取れますね。いった藤井です。藤井膨大なスペースがある。持っていって倒される。ノーファール。決してやっていけないとは思いますけど、はい、田中がうまくターンしました。藤井さらに深いところ山岸を狙いましたが、そこはしっかり消してました。強い田中佐藤氏。ヒットンが下がってきて、もううまく阿部につけましたが、ここも素早く田中が潰しました。体拾って、ああこれは瀬川と合わず、阿部が奪って前進。ここもすぐに田中聡を使います。ルキアン、田中聡が奪って、ワンタッチ相馬です。いい出足です。田中聡、田中が先に触って平岡。このパスはドグラス・グローリー。奪い返して阿部です。これも高い位置で引っ掛けます。湘南、おお田中がうまく、これも高い位置で引っ掛けます。湘南、おお渡せるからですね。そうですね、やはり、これは渡辺から小川、中央ディエゴ・オリベイラ。このセカンドボール、町野、ここはメンデスの対応。この8枚ブロックを敷かれますと、どうしても中央には差し込みにくいでしょうね。いやもうその通りですね。さあ町野チャンスですよ。反転、倒れましたがノーファール。さあジャーメイン、ここも倒れましたがノーファールです。狭いところ瀬川粘る、動かしながらしっかりとこう自分たちのボールを動かそうと前線に進もうとしてますよね、はい、さあ田中からスルーパス、前にボールを出します。田中聡、浮き球のパス、瀬川打った。田中聡から瀬川です。決定機でした。湘南、そして田中聡から町野へというところ、あった、ここはファールを取りました。カバーが前で取りました。湘南です。間通した、はい、前線からスイッチを入れている湘南です。あ、かなり危険なプレーになりました。上原の右足、田中の顔か頭か。これは中谷です。降りてきました。柿谷、ちらっと前の稲垣を見たんですが、足を出してマイボールにしようとしました。これもルキアン、もう即時打開。ただ湘南も奪い返す。さあ頭でボールをつなぎました。山原前に出ました。田中この位置に経験豊富なプレイヤーです。浮かして背後に落としたボール、大橋が抜ける。さあ前線町の降りてもらう。田中がサイドチェンジ。さあフリーの池田、行くのであれば捕まえたい湘南。捕まえました。いい形で取る。さあ呼ぶ、2トップ、揺さぶりながら中に入っていく。縦読まれていました。田中ここから自分で運ぶ。3人目の動き、瀬川が狙っていました。セカンドボールの反応が早い。田中浮き球通した。まもなく64分です。中を割って入る、入りました、ね、田中が行く。田中使って、さあ瀬川のシュート。間に入ってきました。田中聡、スルーパス、瀬川上がった、町野がいた。変わりなくね続けてますから。さあここも戻っていくが、サントスが運んだところが降りています。激しくいきます。森岡パスが通る。あと左足枠を捉えました。石原、大間の突破はうまい。後ろに石田がいた。止めた湘南、田中のパス、いいショーヒール。田中聡は左足丁寧なパスでコントロールとかかってます。柿谷まで入れました。田中聡です。まずは持ち出して O7、 田中のカバー、い
粘ってキープ。ただ手前で名古屋もプレッシャーはかけます。奪っても奪い返した田中聡ワンタッチ。それでも繋いで米本立てます。探せるか。プレスをかけた宮本、いい展開だ。田中聡がいい展開。プレー続行、ファウルなし。差し込みですが田中ワンタッチ、チャンスだぞ。町野、I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. こういったボールは予測がしづらくなってます。ここは粘るんですね。印象的ですね。右足、チャンス飛び込んだ。ヘディングのクリア、またコーナー。吉田豊の前に出た。吉田豊が田中らしい反応だ。田中収めた。おお、田中聡頭のワンツー横。ただ拾って田中、さらに折り返しウェリントン。